ナマンダムナマンダムナマンダムツナマンダム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 。何万なる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 。他流には明号よりは絵像、絵像よりは木像というなり、東流には木像よりは絵像、絵像よりは名号というなりと。何万ダム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 。はい、皆さんこんにちは。引き続いてようこそのお参りでございます。皆さん今日はね、お経もお持ちでしょうか。お経本お持ちであればね、少し開いていただきたいんですが、一番最初のところに浄土真宗の経章というのが載っております、ね、先ほどと同じ話をしとるから同じ動画と思わないでくださいね、そのね、浄土真宗の経章というものは、浄土真宗の門徒としてこれだけはね、知っておいてもらいたいということが書かれてあります、例えば襲名は何ですか。私たちはね、浄土真宗です、宗祖開かれたのは誰ですか。親鸞聖人様です、そしてご本山はどこですか、本願寺ですよ、本願寺も2つあるけども、その中の西本願寺ですよ、というようなことが書かれてありますが、その中に本尊というね、項目がございます。で、本尊は阿弥陀如来南無阿弥陀仏とこう書かれてあるんですね。で、本尊というのは、例えばお寺であれば本堂の中心にいただいてある仏様、それぞれのご家庭であればお仏壇の中心に据えられてある仏様なんですが、ここに据えるそのご本尊ですね、阿弥陀様のお姿というのに実は3通りね、私たち使うことがあります。で、一つが御木像、木で彫られた阿弥陀様のお姿。で、二つ目は絵像、絵で描かれた阿弥陀様のお姿。で、3つ目は名号ですね。これは南無阿弥陀仏というこの文字で書かれた阿弥陀様のお姿。3通り使うことがあるんですが、どうですかね、皆さんのお宅で使われてあるのは絵像が多いですかね。あ、違うご家庭のね、お仏壇だったら大体絵像が一番多いんです、なんでかって言いましたら、お仏壇というのはね、前に座って正面からしか見ないじゃないですか、ね、だから絵像や名号というね、別に平面上のもので構わないわけですよ、まあ、そういうこともあって絵像というのが一番よく用いられるんです。ところがお寺の本堂の場合は、私たち僧侶どこに座るかって言いましたらね、ほら、仏様がご安置された場所の横にこう座るじゃないですか。左右にね、座ったりすることが多いですよ。そうなると平面上のものだったらお姿が見えなくなるでしょ。そういうこともあってお木像を用います。そうすると横から見てもね、立体的なお姿なので、よく見えるということで、それでお寺では木像を使われることが多いというね、実際があるんですけども、今日ですね、今私御三代で読ませていただいたのは蓮如上人様のお言葉なんですね。その中でね、蓮如上人様はこうおっしゃってるんですよ。他流には名号よりは絵像、絵像よりは木像というなり、この3種類ある中で名号より絵像がいいですよ、絵像より木像がいいですよって、こういうことを言うんですよ。それは一体なぜかと言いましたら、他のご修士にとってね、大事なことは仏様のお姿を思うことです。感想と言いますけどね、仏様のお姿をね、この心の中で浮かび見るということをします。そうやって浮かび見ようと思った時にはね、より具体的なお姿がある方が思いやすいじゃないですか。
そうすると字で書かれたものよりも、絵で描かれたものの方がね思いやすいし、絵で描かれたものよりも、もうより具体的になった木で彫られたものの方が仏様の姿を思いやすくなるので、他流には明号よりは絵像、絵像よりは木像というなり、まあ、このようにね蓮如上人様お示しなんです。ところがじゃあ東流は、ね、私たちの宗派はどうですかと言ったら、東流には木像よりは絵像、絵像よりは明号というなり、東流には、ね、木像や絵像よりも明号が一番いいんだってこう言うでしょう。そしたらね、先ほどと逆なんですけど、皆さんちょっとおかしいことに気づきませんか。いや、お木像や絵像より何万打仏の名号がいいって言うんだったら、お寺も名号をかけたらいいじゃん、ね、それぞれのご家庭のお仏壇も全部名号でいいじゃないかっていう話になるでしょう。いや、これどういうことかって言いましたらね、木像や絵像を軽んじてあるわけじゃないんですが、蓮如上人様がこの言葉の中で実は言わんとしてあるのは、お仏壇のお飾りの話ではなくてね、私たちにとって仏様というのは何万ダブ何万ダブ、この声として現れてくださる仏様が最も尊いんだっていう話を蓮如様したいんです。じゃあ木像や絵像は一体何かと言ったら、阿弥陀様今言ったように、ね、何万ダブ何万ダブ、声の姿となって私の命に入り満ちて働いてくださる方ってこう聞かせてもらいますけど、ね、阿弥陀様が働いているのここだった。じゃあね、鏡に向かってですよ、鏡を前にしてね、自分の姿が映っているのを見ながら、阿弥陀様ここにいらっしゃるんやな、何万ダブ何万ダブって自分の姿に向かってねお辞儀します。ちょっと気持ち悪いでしょ、ね、ちょっと変ですよね、それはねやはりねどうかなというところがあって、木像映像は一体何かといったら、私の中から一旦外にお出ましいただいて、私に拝まれる対象となってくださった仏様の姿が木像や映像なんですよ。だけれども私たちにとって一番大事なのは何万だ何万だ、この声に現れた仏様のお姿こそが最も尊いお姿だから、そうやって木像絵像を礼拝することよりも何よりも何万ダブ何万ダブとね、このお念仏を申しながらお念仏自体をね一番味わわさせていただこう、喜ばせていただこうというところに今回のねこの御三代の心があるとね一つ聞かせていただくんです。そんな中でねちょっと皆さんね思うことないですかね。阿弥陀様ってね、お寺さんはいつもね阿弥陀様の話するけども、阿弥陀様って本当におるんですか。皆さんどうです、皆さん的にはいますね。うんちゅう人とうんちゅう人といいますねそうですね、やっぱりね私たちそういうことを聞かれますよ。で、まあ、私としてはねおるおるっていうのがね答えですけども、というのも一つねこんな風に思うんです。私がとある研修会に参加をしてある、お坊さん100人ぐらい集まったね大人数の研修会でしたが、ちょうどその時のねお昼休みみんなでねお弁当を食べてあったんですね。でそのお弁当の中にはね、白ご飯があってでとんかつがあったんです。でそのとんかつの横にとんかつソースが入ってあったんですが、とある先輩がね、そのとんかつソースを手に取りながらふっと立ち上がってね、こんなことを言い始めたんです。ちょっと皆の者に聞いてみたい。神羅万象、世の中に存在するものには皆名前があるというがね、君たちの中に、このとんかつソースのね、この切り口がちょっとこう入ってるでしょう。ね、パウチパックのとんかつソース、ちらっと入ってる。このとんかつソースのこの切り口の名前を知っとる者は誰かおらんかっちゅうです。ね、とんかつソースのこの切り口、ね、この切り口の名前を知っとる者は誰かおらんかって言うんですよ。私は思いましたよ、切り口でいいやんって切り口なんですから、ね、切り口以上の名前を求める方がどうかしとるとね正直思ったんですけど、
でもね、どんなことにも疑問を持つ先生だからね、もしかしたらこれ専用の名前が何かあるんじゃないかとね思ったんでしょうね。まあ、結局ねみんなポカーンとしてありましてね、誰も答える人おらんかったんですけども、まあ、けったいなことをね言われるなと私その時は思ってたんですが、後からふっとね考えてみると、ああ面白いこと言ってたなとね思い出すんです。世の中死んだ万象、存在するものには名前がある、そうか、いや考えようによっては名があるということが存在するということなんだろうな。例えばね、あの皆さんカッパってご存知ですか？あの着るやつじゃないですよ、生き物の方です、ね、生き物っていうのも、まあ、どうかと思いますけど、ね、あの生き物の方です。皆さん誰か会ったことありますか？ないですか、うん、ないけどみんな知っとるんですね。これはちょっと奇妙なもんですよ、うん、そしてね、私がねカッパってご存知ですかって聞いた段階で、きっとね皆さんの頭の中に浮かんだカッパの絵というのはね、大方似とる絵が浮かんどるはずですよ、ね、緑色をした、頭にお皿を乗せた、くちばしのとんがって水かきのついた焦げな生き物がカッパやという絵が出てきたでしょう。でもね誰も会ったことないんですよ、ね、おかしな話です。挙句の果てにはね、うちの町には今川っていう川がありますが、あの今川のとこまで行きましたら、あのカッパの絵を描いた看板まで立ってますね。これ何かって言ったら、あの遊泳禁止って言いたいんですね。遊泳禁止だけどね、例えば小さな子供たちに遊泳禁止、ここは泳いじゃ危ないよって言ったところで、ね、子供たちはすぐにうんとはならない。じゃあどうしようかと考えたのに、よし、それじゃああのカッパの絵を描いた看板を立てようと考えたんですね。というのも、カッパというのは水辺で遊ぶ子供に悪さを働くって、ね、昔から言う。そしたらね、こんなとこで遊んどったら危ないよ、もしかしたらカッパに川の中に引きずり込まれるかもしれんから、だからここに近づくなよとカッパの絵を描いた看板を立てた方が、遊泳禁止なんていう四文字熟語を書くよりもよほど子供には効果があるだろうと考えるからね、カッパの絵を描いた看板を立てとるんですね。そうしてみるとね、確かに私たちは誰もこのカッパに会ったことはないかもしれませんけども、現にねカッパって一つの役割果たしとるでしょ。私たちの世界にある意味存在しとるんですよ。もうね、その名を名乗った段階で、私たちはね、そのものの存在をきちんと受け止めてやっていきます。じゃあ阿弥陀様どうか、ね、私たちこれだけの人間がね、もう何万だも言うとるんですよ。もうその段階で私たちの中に、ね、明らかに阿弥陀様って、ね、いらっしゃるんですね。で、その阿弥陀様ですね、あの阿弥陀様っていうけど、厳密に言うたらね、まあ、お働きというところがありますね。で、働きというのは大体目に見えるものじゃないです。じゃあ、目に見えないものを私たちどう受け止めるかといったら、受け止め方一つあるんですよ。例えば、万有引力の法則ってありますね。皆さん、引力見たことありますか？ないでしょ？ないけども、その引力を、ね、知る方法は一つ知ってますね。ものを手に取って、パッと離したとき、引力はここに働いとるというじゃないですか。働きというのは大体その働きを受け取るものの上にその姿をね表すものなんですね。そう考えてみると、阿弥陀様が働いている場所はどこか。この私の命の上です。私の命の上に届いとる姿が何か、南蛮陀仏、南蛮陀仏のね、お念仏なんですね。もうこれ数年前のことでありますが、あのうちのとあるご門徒さんご夫婦、ね、まあ、仲良かったご夫婦であります。まあ、仲が良かったんでしょうね、本当に。あの、まあ、だからこそね、二人で一緒にね老人ホームに入っていった、ね、まあ、二人それぞれね、悪いところがいろいろ出てくる中でも支え合いながらやってきましたけど、息子は遠くにしかおらんし、ね、後先どうなるかわからんから、じゃあもう二人ともがね動けるうちに家を処分して、そして老人ホームに入ろうという話になりました。ただ入った当初はまだね元気は良かったんですけども、そこから1年2年と月日が経ってきた頃にね、始まったのが認知症というね
ものがどちらからともなく始まっていきました。ただそれでもね、まだその頃は分かったり分からなかったり、そんな感じでありましたけども、そこからもう2年3年経ってくると、まあ、いよいよね、もうお寺のことも思い出せません、息子のことも思い出せません、で息子の名前を呼ぶこともなくなったって、まあ、そんな頃合いを迎えた時にご主人の方がね、先立って行かれました。その葬儀を残された奥様と、まあ、息子さん東京にいらっしゃいましたからね、その息子さんご家族と、まあ、縁がある皆さんで務めていきました。その明けの日、お葬儀が終わった次の日にね、息子さんがお礼方々お寺に顔を出してくださって、まあ、2人でねお話をしてあったんですが、その時にねこんな話になりました。お家さん、昨日は大変お世話になりました。おかげさまでつつがなく父の葬儀を務めることができました。ありがとうございました。ところで、実はその葬儀のこと、まあ、通夜葬儀と見てある時にですね、あのうちの母、認知症を患いまして、もう私の名を呼んでくれることもなくなったあの母です。その母がですね、ご縁家さんと一緒にね、お正真言を務めしとるんですよ。何万ダブ何万ダブすお念仏申しとるんですよ。なんかね、おかしなもんじゃないですか。だってね、手塩にかけて育てた息子の名前は思い出せないんですよ。呼んでくれることもないのに、なんでね、何万ダブスお念仏は忘れんのでしょうかね。なんで正真言の言葉は忘れんのでしょうかね。あの姿見てね、私不思議やな不思議やなと思いながら昨日おとつい過ごしてあったんですって、そんな言葉をね聞かせてくれました。ああそうですか、私ねいつも一番前に座ってあって向こう向いて座ってますからね、後ろでそうやってお母さんがお勤めしてくださった、お念仏申してくれてあるそのことにね気づきませんでしたけど、ああそんなことでしたか。でもね、そうですね、今ねあなた不思議なことって申しましたけど、私にとってはねあんまり不思議なことじゃないですよ、うん、というのも今までそういう人をね私も何人も見てきたことがあるから不思議なことはないというところが一つありますが、まあ、それ以上に言うならば、その働きを受け取る者の口からはその言葉って自然に出てくるもんじゃないですかね。夏の暑い盛りに生きとる人の口からはね、ああ暑いな暑いなとね、もうその口からこぼれてるじゃないですか。美味しいラーメン食べた時はね、うまいって言うてしまうじゃないですか。あれなぜか、その働きが、そのラーメンが私にその一言言わせてる姿ですよね。その夏の暑さが私にその一言言わせてる姿ですよね。お念仏もそうですよ。阿弥陀様がね、お母さんの命の上に働いてくれてあるから、今何万ダブ何万ダブスとお念仏こぼれてるんです。その阿弥陀様のお働きを受け取るのはね、お母さんだけじゃないですよ。ね、この私の命の上にも、息子さん、あなたの命の上にも、お働きの阿弥陀様です。だから、私たちのこの口から、何万ダブ何万ダブス、何万ダブ何万ダブスとお念仏がこぼれてるんです。そうして、私たちの命の上に働いてくださっている方がこの阿弥陀様ですと言ってね、まあ、その日、2人でねしばらくお話をねさせていただきましたけど、何万ダブスこのお念仏こそがね、阿弥陀様が私の命の上に働いてくださっているお姿です。じゃあこのお働きというものは私たちに一体ね何を与えてくれてあるんでしょうかね。よくね何万ダブスというこのお念仏のお心というものを昔からね、親の呼び声ってこのようにね言い習わしてきました。何万ダブスお念仏はね親の呼び声だよ。今私のとこも子供3人おりまして、子供たちとねこう過ごしてあるんですけども、私はねこの親の呼び声っていう言い方が子供が生まれてから一層よくわからなくなりましたね。というのもね、
俺の呼び声というものはお父さんだよ、お母さんだよと親が子供に呼びかける声なんです。ところが子育てを始めて気づいたのはそんな呼びかけする時ないって、実際問題ほぼないって思ったんです。いや、子供が小さいうちはあのお父さんだよお父さんだよ言いました。それはね、早くこの子にこの名を呼んでほしいからね、一生懸命お父さんだよお父さんだよって呼びかけましたよ。ところがね、お父さんだよって一生懸命呼びかけてもね、それより先にアンパンマンを覚えるんですね不思議なもんでね、まあ、それはいいんですけど、ただね、やがて2歳を過ぎた頃にお父さんってね呼んでくれるようになるじゃないですか。そしたらね、もう呼びかける必要なくなるんです。そしたら全然ね、お父さんだよなどという言葉を言う機会がないんです。でね、何万打仏は親の呼び声と言うけど、そんなことはなかなか言わんよな。じゃあ一体ね、どんな時にこの一言言うんだろうかなってね、私それからね考えるようになりました。そしてね、考えてあると、あ、なるほど、こういうことかとね、教えてもらえるような出来事に案外出会うもので、それはある日の晩のこと、まあ、当時まだあの子供2人の頃でしたが、まあ、双子の、ね、女の子2人でした。この2歳の双子の女の子2人とね、あの私とボンモリ、まあ、4人で川の字で寝てある時のことです。夜の夜中にボンモリがトイレに起き出してね、部屋を出て行きました。うちの子、まあ、2人のうちの1人がね、その姿にパッと気づいてね、目を覚ましたんですね。ゆずきちゃん言うんですけどね、ゆずきちゃんパッと目を覚ました。ふっと横を見たら、さっきまで隣で寝とったはずのお母さんがいなくなった。それでびっくり慌ててね、布団から起き出して部屋から飛び出して行っては、お母さん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 とね叫び始めました。そんな声を聞いてびっくりしたのがね、ボウモリ本人ですよ。すやすや寝とると思っとったのにね、もうすぐに起き出してね、出てきたからびっくりしました。それでトイレから慌てて駆け戻ってきた時、このゆずきちゃんをぎゅっと抱きしめてね、この時に言うたんですね。なんと言ったか、ゆずちゃん、お母さんここにおるよ、お母さんここにおるよ、どこにも行ってないよ、大丈夫よってこうね、声をかけていったんですね。この言葉を聞いてね、親の呼び声というのは、ああこれかと思いました。というのも、私たちは普段子育てをする中で、あの親の名をね呼ぶというよりは子供の名を呼ぶんですよ。で、ゆずきちゃん、あれしなさい、これしなさい、こういうふうにしなさいと、その子に生き方を告げるときはね、子供の側の名前を呼びながら子育てしていくんです。ところがただ言って、その子に安心を与えようというときだけは、親は親自身の名を名乗って、ここに親がおるよ、ここに親がおるよとね、その親自身の名を名乗って、その名を通して子供に安心を与えていくんだ。それが、ゆずちゃん、お母さんここにおるよ、お母さんここにおるよ、どこにも行ってないよ、大丈夫よという、ね、言葉じゃないですか。お母さんの一声が子供に安心を与えるがごとくに、何万打仏何万打仏のこのお念仏も私たちに安心を与えてくださるものであります。どのような安心を与えてくださるかといえば、孤独の命を生きておると思っておるこの私たちにね、一人じゃないよ、共にまします仏がおるよと告げてくださる、今ここを生きる安心であり、そしてまた死の不安に怯えて生きとるこの私たちに、死んでしまいの命じゃないよ、あなたの命を必ず浄土に生まれさせ、そして仏となしていくよ、だから大丈夫だよとね、おっしゃる阿弥陀様の呼び声こそが、何万打仏何万打仏のお念仏であると聞かせていただきます。この仏様のお心をね、私たちはどこに味わうか、何万打仏とお念仏申しながら味わっていくんです。お念仏申しながら喜んでいくんです。だからこそ、五刀流においてはね、何よりも絵像や木像も大事だけれども、この名号こそ一番大切なものとしていただいていきましょう。だからこそ本尊は阿弥陀如来、
ナモアミダブスとね、このナンマンダブスお念仏のお六字をそこに書かれたことであると一つ今日は味わわさせていただいたことでございます。ということで本日のお取り次ぎこれほどとさせていただきます。一座の寛容は拝読の御文章にて、小人一流の御関係の趣は新人のもって本とせられそろう。そのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて一心に皆に奇妙すれば不可思議の眼力として仏の方より往生は事情せしめたも、そのくらいお一年法記入症状始終と申し訳し、その上の称名念仏た如来我が往生を定めたまいし、ご恩法人の念仏と心べきなり、あなかしこあなかしこ、ナマンダムナンマンダムナンマンダムツーナンマンダム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 、ナマンダムナン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 マンダム。Yeah.